18歳です。すいません。私1年ちょいね。でも6、5、6年です。苦情でした。マジすぎて、でもなんかとりあえず苦情でした。向こうが浮気したから分かりました。私が見つけて言えってないじゃないですか。逃走したっていうか、お逃げになられました。2人で会ったら、うん、2人で会ったら元彼の友達がリークしました。私になんかおかしいよって言われて、でちょっと調べといてみたいな感じになって頼んで、ただ今ここにいるんだけどね、多分この人といる感じするんだわって言われて、でじゃあ電話かけてみるわっても出なくて、あ多分もうこの人と一緒にいないよって友達から連絡した来てすぐ電話したら出たんで、あワンちゃんと思って、どこ行ったとか聞いて、そしたらめっちゃ違う嘘ついてたんで、そのいた場所と、え違うろって言って、でって感じです。進めましたね。私きついんで性格が、そういうのもあってなんか、まあ、なんかよくわかんないことをわめいてましたが、まあ、とりあえずよくわかんないことわかんない。噂とか入ってくるじゃないですか。地元とかも近いんで、噂によるとその浮気相手だった方とちょっと結婚されたっていうね、子供作っちゃって結婚したみたいな話は聞いてますけど。ないです。他の人と電話したから、その人たちが受ければいいじゃないですか。私は嫌ですけど、友達とかとでも、ね、まあ、いいならいいんじゃないって言いますけど、全然逆に好印象、ついてほしい、ついてほしいとは言わないけど、めっちゃ思っちゃったりやってる、脱毛します。私自分でやるやつ、自分でバチバチする、家庭用脱毛してこうやってバチバチする。生理はしてない。お腹ここら辺のなんだろう、筋肉、あ、今わかります？めっちゃ好きです。すごいってなる。ひょろい人があんま好きじゃなくて、ちょっと肩よくて筋肉ついてるとなんか出るじゃないですか。なんか力ありそうっていうか、なんか男らしそうみたいな。麻酔でもいいな、さ、別に。上は3だけど、下3、上6。ないです。ゼロなんです。本当です。こちら元彼とも2年付き合ってなかった、やなかったっていうか、やなかったんで、部活が忙しくてまず会えなかったんですよ。あ、それは聞きます、それは聞きます。痛いっていう声、痛いっていう声かな。最初はめっちゃ痛いって言ってました。経験ある方がいい、経験ある方がいい。なんか怖くないですか、初めての顔。なんとなくです。別に何でも、ユニとかいたらやばい。もちろん私自身もやっぱりやばい。私はその浮気のやつはもう思い出せなくていいです。バカだったなって思いますけど、浮気されて別れてめっちゃ楽になったんですよ。ちょっと経ってから、ね、初めめっちゃ落ち込んだんですけど、もうめっちゃ楽になって、なんか依存から解放されたみたいな。ただ金縛りみたいなって、目開けちゃったらちょっと行ったみたいな、覗き込まれてたんですよ。人の人じゃなくて、目のとこ真っ黒で、なんか人間かわかんないけどブツブツつぶやかれてるんで、で覗き込まれてたっていう、夢なのか夢じゃないのかわからんくらいの時だったんで、本当にそれかどうかわかんないですけど、もう一回目を閉じました。あーって思って、悲しい俺に治るまで我慢して治ったと思って、目開けてママとこ行って、チャンネル登録お願いします。